秋田県美郷町6号地区にある名水市場ゆうたろうへ行ってきました。もともとは酒蔵だったようで立派な蔵が残っておりました。また仕込み水、酒の仕込みに使う水が湧き出ていて飲むことができました。ここから湧水ガイドの方に案内してもらい清水を回ってきました。460年前と全く変わらぬ広さ、形を残している道だそうです。後継者問題で今はお酒を作ってない酒蔵だそうです。なんかもったいないなぁ。立ち屋さんのとこにある立ち屋清水に最初にやってきました。おいしそう。お店の中で氷河期の生き残りと呼ばれるハリザコというお魚を見せてくれました。絶滅危惧種となっているようです。次に久米清水というところにやってきました。久米さんという方が近くに住んでおり、ここを、自分家の台所のように使っていたそうです。ここは足をつけてもいいそうです。ちゃんと看板があるところはすごくわかりやすいです。お台所清水へ向かいたいと思います。地元の方が整備をちゃんとしてくれていて、季節ごとにいろんなお花が咲き乱れるそうです。ちょっと手をつけてみます。あー、結構下の方が冷たいですね。次はキャペコ清水というところにやってきました。キャペコ清水は3つの湧水からなっているそうです。1つ目とこの2つ目3つ目はちょうど別の家の私有地だったそうです。本日は特別にこちらのお堂に入っているキャペコの形をした石を見せていただけました。左側がキャペコ、右側が女性のものを表しているそうです。キャペコ清水のすぐ横に無料の休憩所が設置されて、トイレもあるようです。ここは無料でいつでも汲んでいける水道がついていました。諏訪神社の横の歩道を歩いていきます。こちらに藤棚がありました。ちょっと藤の時期に来たら切れそうですね。藤清水やってきました。綺麗な場所ですね。
諏訪神社の正面に回ってきました。そしてこちら側にあるこの公園が、6号の竹内のお祭りが行われる場所だそうです。今回は特別に祈骸と呼ばれるお祭りで使う楽器を見せていただきました。旧6号町のキャラクターゆうちゃんも祈骸を持っていました。ニテコサイダーで有名なニテコ清水にやってきました。明治天皇がいらっしゃった時にここのお水を飲んでいただいたようです。クラカフェというところが開いているようですね。雰囲気が良さそうなんで今度ゆっくりと寄ってみたいと思います。さすが湧水の町ですね。地下水の水面の高さがここに出ています。1時間ほど案内していただきました。やはりガイドさんの話を聞くことで自分たちで回るよりもこの町のことをよく知れました。ぜひ皆さんもガイドツアーいかがでしょうか。